チチラジ5月17日の金曜日夜10時を過ぎました。皆さんこんばんは、伊原りっカです。始まりました、伊原りっカの MBS ヤングタウンでございます。えー、7回目で、あのですね、明日の土曜日、ザ・セカンド漫才トーナメント決勝の日です。 結成16年以上の漫才賞ーレースで、去年はギャロップさんが優勝したということで、今年ファイナルに残ってるのは、結成25年のタイムマシーン3号さんたち含む8組の方が残られてて、まあ、金属バットさんとか。てかタイムマシーン3号さん私大好きなんですよ。あのー、っていうのも、一回ラビットでロケをご一緒させていただいて、めちゃくちゃ仲良しで優しいんですよ。お二人。 で、もうほんまに移動中とかも初めましてやのにめちゃくちゃお話ししてくださったりとか、その後もなんやかんやバラエティでご一緒するタイミングがすごく多くって、その度にお話ししてくださって、なんかお二人がいるとちょっとホッとする自分がいるので、なんだかなんだか、えっ、ー、と、ザ・パンチさんとの対決っていうか、形なので、皆さんそれぞれ頑張ってほしいですが、ちょっと私も個人的に楽しみながら見ようかなと思っております。 そして、えっと、明日の5月18日の土曜日はですね、私が出演させていただくミュージカル、ダブリの金継ぎカビ人間が、東京国際フォーラムの方の一般発売がチケット始まります。よろしくお願いします。公演自体は7月3日から10日ですね。10公演しかないのかな。で、大阪公演に関しては7月の20からクールジャパンパーク大阪の WW ホール。 の方でででやらしていただくんすすけどこれれはあれですね東京国際フォーラムの方の一般発売が18日から始まるということでどっちもね10日間ぐらいか10公演ぐらいしかないのであのぜひぜひ大きい会場ではあるんですけど皆さんお時間あれば来てくださると嬉しいですなこの間ねキーチェックっていうんですかダブリンの金付きカビ人間の楽曲が上がってきましておとどり 楽譜を見て、ちょっとこう、こういう音ですよっていうのをやってくれるのをしたんですけど、とってもいいですよ、皆さん今回ミュージカルになるにあたって、あの楽曲も一からオリジナルで作ってますし、ちょっと脚本もね、変わってたりするんですけど、初めてその楽譜来た時ああ 無理かもしれんって思うぐらい <laughs>、ちょっと難しかったんですよ。なんか、その楽譜読まれへん人間からしたら、いや、ピアノとかできる人からしたら、そんなことないかもしれないんですけど、私、楽譜読めないんで、毎回、あの、読めないなりに、こう、人差し指で、あの、鍵盤を押しながら自分で音取りするんですけど、あのさ、難しくない四分音符とかさ、八分音符とかさ、あの、これ、ここまでは四分の四拍子一、二、三、四。4 1,2,3,4やのに急にさ、4分の3拍子っていうの ?1,2,3,1,2,3,1,2,3 みたいな変わってて、想像してたのと違うのよ。 自分でおどりして、あ、こんな感じかなって言って、伊佐先生のとこに行ったら、こんな音楽やったみたいな、結構あったりして、あの、ちょっと難しい楽曲ではあるんですけど、すごく素敵な音楽になってると思うので、皆さん、あの、私必死に練習するので、ぜひ、見に来てくださると嬉しいです。ここで一つ、メール読ませていただきます。ラジオネーム、つねおさん。はじめまして、富岡高同僧生です。あ、富岡高校の方ですね。 富岡高校ダンス部の頃からずっと応援しています。ありがとうございます。このラジオはまるでりっかちゃんとカフェに行って、リッカちゃんが目の前でマシンガントークをしてくれている感じですごく親近感が湧きます。なんて素敵な表現なんでしょう。ありがとうございます。ドラマは私などが言うのも恐縮ですが、作品を重ねるごとに演技がどんどん上手くなっていってて、ドラマの世界とリッカちゃんの大きい瞳にぐいぐい引き込まれています。ねえ、すごく嬉しいメッセージなんですが。 ところで、東京新橋のゆうくん酒蔵という居酒屋さんには、高校寄せ書きノートというのがありまして、全国ほぼすべての各高校のノートが置いてあります。えすごくないもちろん富岡高校のノートもあるんです。え地味だった。かっこ私たちの頃は制服もすごく地味だったんです。富岡高校の名前を全国区にしてくださった功労者のりっかちゃんにも一筆いただけたら幸いです。ぜひよろしくお願いします。っていうかさ、やっぱりさ、 私、つねおさんとすごく友達になれそう。<laughs> 急なんですけど。なんかもともとこう、あの、メールを読め始めた段階から、すごく素敵な、あ、私が好きな言葉の使い方だなと思ったら、なんかなんとも魅力的な高校寄せ書きノートがある居酒屋さんがあるんですね。これめちゃくちゃ行きたいんですけど。どういうことそれぞれの高校のノートが置いてあるってこと富岡高校のノートが置いてあって、そこの卒業生がそこに寄せ書きとかを書けるってことかな。 へえめちゃくちゃ面白い。これちょっとさ、朝で写真撮ろう。このメール。<laughs> すごいね、これ。じゃあ、歴代の富高生が皆さんそこのノートに書いてるんですね。いや、これはぜひ行きたい。面白い居酒屋さんがあるんですね。ゆうくん酒倉さん。ちょっとチェックしてみます。めちゃくちゃ素敵なメッセージと、これどうですかっていうのを常尾さんありがとうございます。すごく嬉しいです。そしてもう一つ。まおさん。 リカちゃんこんばんは、こんばんは。私は通信制の高校に通っているんだけど、なかなか友達ができなくて、あと2年、不安でいっぱいです。周りの子たちは楽しそうにしていて、羨ましくてネガティブに考えてしまいます。ポジティブに考えられないとき、リカちゃんはどうしていますかうん、あるよね。ポジティブに考えられないとき。うーん、どうするかな。うーん、ちょっと真剣に考えるね、今。 うん、ポジティブに考え、まあ、私は正直壁にぶつかった時とか、落ち込んでる時はとことん落ち込みます。あの、そのもう落ち込みに浸る。落ち込みきれないぐらいどん底に落ち込んだらもう上がるしかないから。あとはもう、誰かとご飯行って、あ、ちょっと元気になってきたとか、ちょっと誰かに喋って、あ、ちょっと元気になってきたを繰り返して、元の地面まで這い上がるって感じかな。 だってさ、どう考えても無理やん。ネガティブに考えちゃうときってさ、何を見てもさ、ネガティブになっちゃうし、私だけとか思っちゃうときはあるから。まぁ、うん、ちゃんがどうかわかんないですけど、私はその圧倒的な見方が家族なんですよ。何があっても絶対的に味方でいてくれる存在が家族なので、何かあればとりあえず家族に言って励ましてもらう。 まあ、励ましてもらっても、いや、そんなこと言ってもさ、無理やからとか言っちゃうんですけど、そのネガティブな時には。でもなんかそうやって、そういう人がそばにいるだけで、ちょっとポジティブになれたりするから、なんかそういう存在の人に話してみるとか、どう私がそういう存在っていうのは、まおちゃんの。どう今、ネガティブかもしれへんけど。 通信制の高校に通ってんだよねでもさあのもちろんそのやっぱり学生の頃ってその世界が全てであの学生の中の友達が自分の人生の環境を全てって思っちゃうし実際学生の頃ってそうだと思うんですけど意外とね大人になると新しい素敵な出会いがあったりだとか。 何に悩んでたんだろうあの時は。みたいなのを懐かしく思える時が。まあ、まだ25歳ですけど、今もうすでにあるので、ネガティブになっても、すごく楽しい日々が待ってるのよ。まあね、今言われても、そんなことを言ってもってなるかもしれないですけど、ちょっとさ、また何かこう悩み事っていうか、どうしたらいいかわかんないみたいなのがあったら、ぜひメールください、まおちゃん。お話ししましょう。でも、大丈夫よ。 ポジティブに考えられないときは、とことんネガティブに考えていいと思います、私は。うん。それで少しずつ上がっていきましょう。これ、こんな感じで大丈夫また、あの、ぜひメールください。はい。 で、今回はあの事前収録なので、今ね、現在 YouTube で生配信をしております。皆さんのチャットもあの、たくさん読ませていただいておりますが、ぜひチャットでいろいろコメントしてください。あの、番組の公式 X のハッシュタグ、立花ンでポストしてくださったつぶやきも拾っていきたいと思いますので、ぜひぜひこの後も引き続きよろしくお願いします。それじゃあ行きましょう。MBS、ヤングタウン <laughs> 改めましてこんばんばは,はいちょっとね最近あったことをお話しするとですね「ブギュウギの」のえっ、ー、と「オールアップ5」後初めて趣里ちゃんそして清水くるみちゃんとご飯会をしました実現しましたあのなんか意外とみんな仕事とかあったりとか。 タイミングが合わず結局週59時ぐらいの夜の9時からとかになったんですけど私のお家であの朱里ちゃんとくるみちゃんとまずっとご飯会したいねとは言ってたんですけど実現しましてですねめちゃくちゃに楽しかったですねあの死ぬほど食べました私そもそもこうおう家に来てくれるんだからお,おもてなししようと思ってたんですけどギリギリまで仕事がありまして 9時集合なんですけど私家に帰ってきたのが8時半ぐらいでうわ何もできへんと思ってまあ、ちょっとしたおつまみとどうしてもエビマヨが食べたかったのでエビマヨとあとちょっとこれ前のラジオでも言ったかなあの猫絶椿さん今ご一緒しドラマでご一緒してる猫さんに教えてもらったレシピで作った餃子をね冷凍してたのでその餃子を焼いて用意してたんですけど朱里ちゃんが死ぬほどお土産を買ってきてくれてあのすごい。 なんかサンタさんぐらいの荷物でお家に来てくれたんですけど、なんかイカの焼いたやつみたいなやつとか、あとお刺身、あとお寿司とかいろいろ買ってくれたので、あの、すっごいたくさんのパーティーぐらいになったんですけど、くるみちゃんはちょっとご飯をしてから来るご流だったので、あの、ほぼ二人で平らげましたね。あのさ、しュちゃんめちゃくちゃ大食いなのよ。あんだけキャシャで、すごくスラッとしてるのに、 めちゃくちゃ食べてくれるんですよ。気持ちいいぐらい。ら私も結構大食いなので、なんか大食い、なんか食のさ、量のレベル、胃袋のレベルが合う人のご飯ってすごく楽しいんじゃないですか。まだまだこっちは行けんのに、お腹いっぱいとかなると、なんかこっから食べるの申し訳ないかなとか思っちゃったりもするときあるんですけど、もう私以上にシりリちゃん食べるから、それでもう二人でペロリで、ほぼほぼ平らげて、その後は、ティー 紅茶を飲みながらティーとか言っちゃって紅茶を飲みながらお菓子食べて買ってきてくれたエクレアを食べてみたいなもう死ぬほど食べたた夜でしたね意外と長い時間一緒に行って、まあ、くるみちゃんはあのそもそもお家が5分ぐらいの近くのところにあるのでお互い作りすぎたもの 最近だとくるみちゃんが豚の確認を作ったんだけど、仕事終わり取りに来るって言ってくれて、すごい彼女みたいな連絡が来たんで、あの仕事終わりに豚の確認を取りに行こうと思ったら、あのくるみちゃんのお友達大学のお友達かなが家にいてご飯食べてらっしゃったので、私もちょっと同席して、結局仕事終わりにご飯食べて豚の確認もらって帰るっていう、なんかすごいカップルみたいなことしてるんですけど、 そういうことをしながらまあ久しぶりにねそういう会ができたのであとはブギウギ関連で言うと,、えー、と松永さん役グッドラックの松永さん役のニーロ新シン也さんの誕生日が近かったのとニーロさんもお家近いんですよだから「リッカちゃんウェルカム会」っていうのが <laughs> 同時に行われましてバースデーとウェルカム会を一緒にやりましたね久しぶりに会えたりしてすごく楽しかったですね シュリちゃんの優しい人柄が伝わるそうなんんですよシュリちゃんって本当に否定しない方なので話しててすごく何でも話せるしもう本当に会話に花が咲くってこういうことなんやんなって思いながら <laughs> 3人で弾丸トークをしてたんですけど「猫で椿さん松尾鈴木さんの劇団の方ですねそうなんですよそうなんですすごく素敵な方で一緒にお寿司食べたい」テ「ティー」「ティー」をすごくいじられている。 言わせてて私だって言うよ言って紅茶をね飲ませていただきましてあとはお家五5分の距離近いねそうなんですよスープも冷めない距離っていうね距離で何かあればスーパーに行くだけでお誘いが来たりとか今からスーパー行くねんけど行くって言われてえ行きますとか言ってスーパーだけ行って解散するとかいう会があったりとか そう、ブギュウギ総集編がこの間放送されましてね、それを見てくださった方も。なんかブギュウギ懐かしくって。今の虎に翼の、あの、それこそ今、ドラマで肝臓奪われた妻でご一緒してる戸塚純紀さんも出られてて、俺たちの轟っていうハッシュタグができてましたね。すごい魅力的な役で、戸塚さん。あの、戸塚さんご本人もすごく愛され具合の、すごく素敵な、 役者さんで。まあ、あいつかご一緒できたらなと思ってたので今回できて、本当に想像通りのお人柄で、猫さんにしろ、都塚さんにしろ、ちっちさんにしろ、皆さん素敵な方で、とにかく現場が楽しいですね。今この5月17日は7話かなが放送されたぐらいなのかな。どん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 。ま、あ言うてまだ半分か。13話あるんで、半分ちょい過ぎたぐらいなんですけど、あの、ぜひぜひ、 まだまだ楽しんでいただけたらいいなと思いますね。そんな感じでしょうか。日常で言うとね。あとはまあ引き続きあの舞台も見たりしてますよ。鴨川ホルモーっていうあの映画にもなった作品を舞台見に行きまして、あのヨーロッパ企画さんが私は大好きで、それもくるみちゃんと見に行かせてもらったんですけど、朝ドラでくるみちゃん、リリーのお父さんをやってた方が出られてたりとか。 デビュー当時チア団でしたって八木りか子ちゃんが出てたりとか意外とお知り合いが出てたので楽しく拝見させていただいてめちゃくちゃ面白かったですはい伊原りっかの日常としてはこういう感じですかねではここで一曲をお聴きください1983年の曲ですサザンオールスターズでボディスペシャル 2, 2この番組はスロットスロットプレミアム5 新井さんグループの提供でお送りします奈良県斑鳩町国道25号沿い高原東交差点すぐスロットスペクタクルプレミアム5想像と現実のギャップに驚きを隠せないあなただけのスロットスペクタクルプレミアム5に照準も合わせろ OAP 改正薬局ではご自分の健康状態がわかるさまざまな健康測定器を設置しております健康には気をつけたいけど何から始めていいかわからないそんな方はぜひ OAP 改正薬局へお越しくださいあなたに優しい改正薬局食の雑誌「甘辛手帳」関西のとっておきのお店を探すならこの一冊 美味しいお店はもちろん、さらにクッキング、食材、旅行など、食に関する様々な情報を厳選してお届けします。美味しい大人の食マガジン、甘辛手帳、好評発売中。 はい。サザンオールスターズさんのボディスペシャル2でした。あの、ちょっとさ、この曲さ、あの、おじたんの思い出の曲なんですよ。皆さん、あ、おじたんって、まあ皆さんご存知かと思うんですけど、私の目の前に座ってるおじたんがいるんですけど、あの、いい話すで。おじたんの思い出話興味ある私はすごくあるんですけど、一回言ってみるな。あの、これ、ボディスペシャル2っていう CD のジャケットが、 あの、女性の上半身の裸のジャケットなんですよ。で、当時、中学生ですか中学生のおじたん。すごく勉強をたくさんしてて、いわゆるガリ弁というか、勉強ばっかしてるところに、女の子が、ねえねえ、おじたん。ま、あその当時おじたんじゃないけど、ねえねえ、おじたんこういうの好きでしょって渡してくれたジャケットらしい。な <laughs> んなんそのエピソード。<laughs> おもろ。おもろすぎやろ。しかも、引っ越す時の選別でしょ おもろいなだから私的にはその女の子、おじたんのこと好きだったんじゃないかっていう説を今、ちょっと考えてたんですけど、どうみんなどう思うこのおじたんの淡い、濃いエピソードなのか、衝撃エピソードなのか。だから、まあ、勉強ばっかりしてるから、こういうのも、こういうのも、目を向けた方がいいよっていうメッセージなのか、うーん、本当はこういうの好きなんでしょ私はわかってるよっていうメッセージなのか、 ちょっとこう、なんだろう、普通に、うん、もう引っ越しちゃうから、これを思い出としてっていうので、恥ずかしかったからそういうのにしたのか、いろいろ考えれますよね。はい。みんなからちょっと、あの、メッセージ来てますが。甘酸っぱすぎる。いや、甘酸っぱいか、これ。酸っぱすぎるやろ、ちょっと。甘酸っぱ、甘入ってるまあちょっと甘酸っぱい。濃いと言ったら、まあ甘酸っぱい。<laughs> いや、可愛すぎるエピソードありますよね。 本当におじたんエピ、全部おもろい、やって。絶対好きでしょ、やっておじたんグッて、あの、ガッツポーズしてるけど、中学生の時の話やから。えどうなんだろう、気になる。わらわら。笑っちゃった。あやっぱ、どうなんですかね。まあ、私は好きに一票。いい思い出だと思います。はい。まあ、そんな感じで。あの、ボディスペシャル2っていう曲でしたけど、今回はですね、イハラリカの、 ヤングタン第7回目ボディメイク特集でございます。はい。体作りについていろいろあのお話ししていけたらなと思うんですけど、ここで一つメールを。えー、ラジオネーム、リっの眉毛リりの眉毛さんいつもありがとうございます。リッカたん、おじたん、ヤンタンスタッフの皆さんこんばんは。すごい丁寧ありがとうございます。 いつも YouTube 楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。リカタンの腹筋動画や筋トレ動画はいつも6分とかの短い時間で三日坊主の私でも続けられるようなもので毎日リカタンの筋トレ動画見ながら頑張っています。リカちゃんの YouTube 見て頑張ってる方一緒に頑張りましょう。ああ、ありがとうございます。素敵なメッセージを。そうなんですよ。YouTube を始めた頃にあの、高校時代にやってた筋トレだったりとか ストレッチとかを教えてほしいっていうコメントをたくさんいただきまして、あの、需要があるかなーって思いつつ、筋トレ動画を、あの、出したところ、意外と、すごく見てくださってて、今もずっと回り続けてますね。あの、いろんな方が、やってくださって。それこそ、あの、DM? インスタとかの DM で毎日、今日は五十何日目、まだ続いてますって送ってくださってる方がいたりして。そういうのを見ながら、私も、あの、ほ 本当にいろんな筋トレをやり続けてきてきそれこそ小学生の頃とかあのシンプルなこのなんていうの上体起こしの腹筋を毎日100回背筋100回っていうのを小学生の頃からずっと続けてていろんな筋トレを試したんですけど個人的にこういうところに効いたな。 っていうものをギュッと6分ぐらいに詰めたものを動画として出してるので、私もあの、恥ずかしながら自分の動画見ながら筋トレしてますね。はい。やっぱ自分の好きなものを集めた筋トレ動画を出してるので、まあ、割と軽め、いや、まあさ、初心者用初心者向けって言って出したんですけど、意外ときついのよ。なんなら上級者向けぐらいきつさはあるんですけど、意外とコメント見てると、あの、 最初できへんかったやつができるようになってきたとかあの書いてくださってる方とか言ってやっぱり意外と続けると筋肉は応えてくれるんやなっていう <laughs> すごい <laughs> 筋肉の人みたいなこと言ってますけど本当に意外と筋肉ってちゃんとついてくるのでやってみてくださいよかったら私も筋トレやってる昨日から6分のやつ始めましたありがとうございます産後太りの私にも効き目ありました嬉しい 友達とやったけど、友達病で無理って言ってたわら。笑 <laughs> そうなのよ。ま、まず前半からやり始めて、半分ぐらいできるようになった。そしたら次3分の2できるようになった。みたいな感じで徐々に増やしていっていただけたらなと思うんですけど、皆さんさ、どんな感じなの体作りとかさ、さっきそのおじさんと話してて、おじさんは大人になってから、それこそ運動は、その、例えば定期的なものはあまりやってないっていうことだったんですよ。 スキー、スノボーとかはやったりしてるけど、ピラティスに行ったり、ヨガに行ったり、なんか筋トレのジムに行ったりっていうのはしてないっておっしゃってて、なんか私がそういうものに興味を持ったのっていうか、まあまずさ、女性の皆さん、ダイエットってさ、もう永遠の課題じゃない永遠の私たちのテーマじゃないっていうのは、<laughs> すごく思ってて、それこそ、高校生の頃までは、なんかその、 筋トレをわざわざするとか運動をわざわざするっていうことをしてこなかったのよっていうのもそのダンスをずっとやってきたから毎日動いててどんだけ食べても太らへんかったんですよもうそれこそ私の高校生の頃の食事って朝練があるからまずなんていうの補食っていうのあのスポーツの人がまあちょっとおにぎりを食べるみたいな感覚で朝練の前にまずおにぎりとかを 一、二個ぐらい食べて、でそっから朝練して、授業が始まる前の早弁で、当時、今もあるか、黒と白のさ、チョコとバニラ味で、ほんまに噛んだら砂糖が砂利っていうぐらいの砂糖がコーティングされているドーナツ4つ入ってるやつ、コンビニとかに売ってるやつが大好きで、もうそれがあ早弁だったんですよ。早弁朝それを食べて、授業をします。そして昼練があるから、昼練の前に、 早弁するんですよ。それはまあ、あの、学食やったりとかを食べまして、で、お昼、昼練して。昼練がちょい早く終わったら、あの、食堂に揚げたい焼きとか。揚げたい焼きってやばな、今考えたら。普通にさ、たい焼きだけでも結構カロリーあるよ、あれ。生地があってさ、あの、あんこが入ってて、それをこう、まあ、焼いてるわけじゃない、たい焼きで。それをまた、 再びパン粉をつけてあげるっていう恐ろしいカロリーの食べ物があったんですけど、まあ美味しいのよ。やっぱ甘いものと油ってさ、みんな大好きじゃん、茶色いもの。それを食べて、ハッシュドポテトとか食べて、唐揚げとか、ちょっとしたものを食べて、で、当時の私は、あの、もう全休憩時間にお菓子を食べ、飲み物は甘い飲み物、のみ。で、夕方、 部活が終わった後は、私バイトしてたんですけど、バイトでまかないが出るので、かすうどんを二玉と全トッピングみたいなのをその先輩が作ってくれてたから、それを鍋で食べ。で、家帰って母親とかが食べたその、その日の夜ご飯の残りね、を食べ。やばない、この生活よく考えたらさ。なんか、その当時の私は、自動販売機でお水を買うっていうのが、味のない飲み物を買うっていうのに、なんでお金を出さなきゃいけない 水にお金を出すって、すごくこう、お金持ちのすることだと思ってたんで、お金を出して飲み物を買うんだったら、もう味のついた濃いものみたいな、なんか変なマイルールがあって、今はね、もう買えますよ。お水って大事、すごく。デトックスするにもって思うんですけど、その当時はそんな食事をしても太らなかったから、いざ上京して、同じ生活をしたら、やっぱさ、動かなくなる。 なってるじゃないですかその部活とかで毎日動くっていうことをしてこなくなるから一気にね5、6キロ太ったんですよでそれまでニキビとかもあんまりできへんタイプやったんですけど顔中ニキビみたいな肌荒れブワーってしちゃってどうしたらいいかもわかんなかったんですよいろいろ皮膚科に行ってみたりとかしてみたんですけどどうしても治んなくて1年ぐらいでそっからその自分の 体質だったりとかにちょっと向き合って肌荒れだったり、あの体重管理だったりとかをしっかりしなきゃいけないなっていうところから、徐々に徐々に運動をすることの大切さを知っていって、知っていったら、やはりこのオタク気質の私からすると、あの、気になるものを全部試して、いいと思ったものはとりあえずやって、みたいなことをしてると割と詳しくなった。 からそういうのを、まあ前置きはすごく長かったんですけど、話す回にしたいなと思って、あの今回このテーマにしたんですけど、いろいろチャットもね、コメント来てるんで、読みたいんですけど、バスケ好きやから体育館に行ってバスケして走り回ってる。やっぱさ、好きな、なんていうの、好きなスポーツがあると、ちょっと運動するきっかけにはなりますよね。そういうので。あとは、今まさにジムで聞いています。素晴らしい ジムに行ってるの素敵よ、すごく。最近はランニングマシンで走ってる。ねえねえ、ランニングマシンってどうなの私はさ、風景が変わってほしいのよ。<laughs> あの、だからランニングするなら外を走りたいんですけど、ランニングマシンで走ってる女性はすごく憧れがあるんですけど、飽きてこないどうなのあゆちゃん、教えて。 部活あったからしなくてよかったそうなのよね部活あるとわざわざ運動するっていうことをなかなかしなかったから大人になってから結構運動の大切さめちゃくちゃ大事だなって身にしみて思うんですけど部活してた時は4食普通やったいやそうよないや恐るべし学生の胃袋って感じよあと基礎代謝え代謝恐るべしはやっぱ学生の頃ってさ何食べても太らへんねんから。 高校時代弓道をやっててお昼食べた後とか袴が苦しくてきつかったあーそれはある部活やってた頃とかはなんていうの夏の大会前とかの追い込みの時とかってがっつりちゃんと食事の時間がなかったんですよ例えば10分とかで、うん、半分の40人が中で練習してる間40人休憩みたいなで入れ替えみたいな感じだから10分ぐらいしかなくて。 最初おにぎりとかお弁当とかみんな持ってきてたんだけど食べてすぐ動かれへんのとおにぎりってあんま喉通らへんっていうことに気づきあのどんどんみんなそうめんとかゼリーとか流せるものになってったからなんかすぐ動くって考えるとあんまり重いものを食べられへんかったりするんですけど体重増加したら肌荒れひどくなったレイちゃんに教えてもらった小麦抜くのをやってみたらスッと引いて今は肌落ち着いているそうあのさ まあ今からお話しすることももちろんそうなんですけど、それぞれの体質とか、あとアレルギーが何によるかによるので、これが100%絶対全員に聞くとか全くないので、ちょっとした参考程度に聞いてほしいんですけど、まあやっぱりその、グルテン、小麦、私大好きなんですよ。うどんもそうだし、スイーツ系も洋菓子が主に好きなので、小麦大好きなんですけど、 なんかその例えば自分の体調がちょっと良くない時とかにそういうのを取りすぎるとあんまり消化できへんくって赤みになったりとか肌荒れになったりするっていうのは一つ要因かなと思ってるのでなんか体調が悪い時はちょっとだけ減らしてみるとかそういうのでも意外とあの変わってくるのかなって思ったりするんですけどそのボディメイクに関しては一回四五分じゃったっていう ドラマをやらせてもらった時に相撲女子の話だったんですよ。相撲女子の、女子相撲の女の子の役だったんで、結局トータル7、8キロ増やしたんですね。で、その時に初めてジムというものに行き、あの、役で体作りをするっていうことをトレーナーさんついてもらってやったんですよ。で、すごいのがさ、 ただ太るだけじゃなくて、あんまり顔につかへん太り方をしたいって。えそんなことできるんって感じじゃないだってそんなの脂肪がつくなんて脂肪の自由じゃんっていう感じに思ってたから、そんなことできるんって思ってたんですけど、トレーナーさんが。あ、じゃあ、あの、そういう太り方、筋肉のつき方をやっていきたいと思いますって言ってくれて、やっぱ女子相撲って、お相撲さんってこう腕とかにも筋肉つくじゃないですか。 で、私は腕はひょろひょろやったんですよ。腹筋とかはあっても、なんか腕立て伏せができなくて、その当時。で、でもそれでは、あの、ちょっと説得よくないねって話で、主にジムでは、あの、上半身を鍛える腕立てだったりとか、ちょっとこう、ベンチプレスを上げてみたりとか。だから、撮影始まる頃には、腕立てできるようになっちゃったりして。すごくない筋肉ってさ、つくんだよ、みんな。そうなの。 だからそれであ、やっぱりその2ヶ月とかの期間でも筋肉ついたことがすごく実感できたし、まあ100、100%顔周りにつかないかって言われたら、ま、あそれは体重7、8キロ増えてるから、多少は丸くはなるんですけど、それでも筋肉と脂肪をいい具合に調整してくださって、食事とかも全部見てくれてたんですよ。だからやっぱこうジャンキーな砂糖とか油とかで太ると、やっぱりちょっとこう、いわゆるだらしない太り方。 ダラーンとした太り方になっちゃうんですけど食べるものをお刺身だったりとかあのご飯も玄米にしてみるとかで量をいっぱい食べるっていうことをしたら体は健康なんだけどしっかり筋肉と脂肪がついてくるっていうなんかちょっとこう役者として体を作るみたいなところにそのプロフェッショナルの力を借りてできた瞬間がうわ こういうアプローチの仕方あるんやっていうのはすごく思いましたし、そうやって綺麗についた脂肪やからこそ、落とすのはね、意外と一瞬でした。七八キロって落ちるのかなと思ってたんですけど、意外と一ヶ月二ヶ月かかんないぐらいで、ゆっくり綺麗に落ちていきまして、そういうのは、なんかやっぱ、やり方によっては苦戦せずにできましたね。皆さん、 どうですか私はダイエットとかは一時期ファスティングとかで食べないダイエットとかもしたりしたんですけどそういうのはねやり方間違えると結構太りやすくなっちゃったりもするのであのねやり方をしっかり勉強してからとかそういうのをねしてほしいなとは思うんですけどちょっと一個ここでコメントを読みたいと思いいますラジオネーム花電車ダンスさんいつもありがとうございます。 納豆、お味噌汁、オクラ、キムチ、奈良漬けなどなどで腸活を頑張っています。素晴らしい。ひどい時は、4、5日、便が出ない時もありましたが、腸活をしてから2日に1回、ほぼ毎日出ます。体も軽いです。リカタンは痩せててお肌も綺麗ですが、どんな食生活を送っていますかこだわりがあればお聞かせください。素敵、腸活。腸活ってやっぱ大事なのよ。あの、それこそ、コロナ禍も思ったんですけど、 なんか、そもそも病気にならない体を作るって、すごく大事やなって。その中でも腸活って結構大事なんですけど、私はね、ぬか漬けをやっております。ぬかを漬けてます。ぬかを漬けているぬか漬けを漬けています。あの、ぬか漬けってさ、難しそうに思うじゃないですか。なんかちょっと混ぜたりしなあかんのかなとか、思うと思うんですけど、今もうぬか漬けのセットが売ってるので、もうお野菜を入れるだけの状態でタッパに入れてくれてるものがありまして、 私のおすすめはですね、クリームチーズとプチトマトのぬか漬けがめちゃくちゃ美味しいし、なのにやっぱぬかってあの腸に良かったりするので、発酵食品ね。あの、すごくそれは、まあ、腸活というよりは好きで結構食べたりしてるんですけど、 あの、花電車ダンスさん、痩せててお肌も綺麗って言ってくださってるんですけど、私すっごく太りやすいし、お肌もね、すごく揺らぎがちなんですよ。もともとアトピーも持っているし、あの、すごく悩んだ時期たくさんあったんですけど、いろいろ試行錯誤して、なんかね、まあビタミンだったり、酵素だったり、青汁的なものを、 気持ちようかもしれないですけど最近ちょっとお野菜取れてないなと思ったらちょっと緑っぽいものを飲むっていう <laughs> あのそういうのも意外と大事かなと思ってちょっとどっかで自分にカツを入れるっていうタイミングでなんかやっぱさサプリメントとかってさ飲んでるとこう結構何て言うのそれに慣れちゃうらしいんですよ体がだから飲まないっていう時期もすごく大事らしいのでずっと飲み続けてるわけではないんですけどちょっと必要やなと思った時にあの体に いいものをちょっと入れるっていうのをやってますね食生活に関しては割と好きなものを食べてますうん。でも私は夜食べ過ぎると朝むくんだりとか胃の中に残って寝すぎが悪かったりするので夜はちょっとサクッと軽めに食べたりはしてるんですけどそんな感じかなでもすごい発酵食品をちゃんと食べててめちゃくちゃ素敵ですねなんかたくさん コメントも来てますか私、長いこと、米の研ぎ汁で顔を洗っています。すごい、あ、なんか、すごいお腹すいてお腹鳴っちゃった。これ、みんなに聞こえてるあ、聞こえてないか。うわ、言わんかったらよかった。めっちゃ今お腹鳴った。え、おじたんは聞こえてましたよね、今。あ、おじたんには、まあ、おじたんはいいか。みんなに聞こえてなかったら。は <laughs> <laughs> そう、仲良しなので、おじたんとは。はい。え、米の研ぎ汁で、顔を洗ってるのお米の研ぎ汁ってでもいいって言いますよね、お肌とかにね。 へえ、それどうですかいいですか米のとぎ重で変わらってると変わるあとはクリームチーズとプチトマト食べたことない。そうなのよ。安定のきゅうりね。きゅうりのぬか漬けもやっぱり美味しいですよね。そうなんですよ。健康ラジオだな。そうなの。健康ラジオでやってます。あ、豆乳もいいよね。豆乳ね、いいですよね。もずくも食べている。へえ、やっぱりさ、その、 あのジムのトレーナーさんに教えてもらった時に旬のものもを食べるっってやっぱめちゃくちゃゃくいいいらしいです旬だから旬じゃん <laughs> 旬の野菜っていうだけあって旬なのよその時に必要な栄養素みたいなのをすごくたくさん持ってるお野菜とか果物なので旬のものを取るそして旬の果物を朝に食べるとかっていうのはやっぱりいいみたいですね私が最近気になってるのはピラティスですね マシンピラティスよよく聞きますよね最近なんかどちらかというとゴリゴリの筋トレってよりかは筋肉とかを伸ばしてストレッチしながら柔らかいしなやかな体を作るみたいなところで女性にも人気やと思うんですけどピラティス行きたいんよねやってる人いないかなピラティス私はどこがいいのかまあいろいろ調べてるんですけど マシンを使うマシンピラティスっていうのもあればなんか先生に教えてもらいながらちょっとストレッチっぽくやるピラティスもあったりだとかいろいろあるのでちょっと悩んではいるんですけど今私がやってることで言うと、まあ、自分の YouTube 見ながら筋トレとあとはサウナに行ってますねデトックスしたくって最近は。 ちょっとこう銭湯とかにあるようなサウナも行ったりしてるんですけど今まではちょっとパーソナルサウナ個室であの,のんびりできるサウナに行ったりもしてたんですけど皆さんどういうのやってますかなんか一時期さランニングとかもやったりしてたんですよでもランニングってそのランニングウェアを着てランニングシューズを履いて家を出かけるっていう結構さそれを楽しめる時もあれば 楽しめない時もあるのよ。朝起きて、着替えて、行くんか、ランニングして汗かいてお風呂かいてから仕事かっていう、そういうのがルーティンになればいいと思うんですけど、そういうのをね、あの、続けてできない時もあったので、皆さんどういうのを続けてやってるのかなって思うんですけど、ここで一つメールを、ラジオネーム、コウムくん、リカちゃんこんばんは、こんばんは、唐突なのですが、リカちゃんはどこの筋肉が好きですかおもろ おもろいメールが来ました。ちなみに僕は、半膜用筋が好きです。りっかちゃんのおかげで毎日トレーニング頑張れてます。すごい。コームくんもわかりますよ。私すごくいつも応援してくださってる方で。ただ筋肉好きとは知らなかったな。半膜用筋ってさ、ここにイラストもあるんですけど、どこなのこれ太ももの内側ってことかな半膜用筋。半分の膜あの、なんていうの 月って書いて健康の剣みたいな。半膜腰筋、腰子の用に筋。これどこなのなんか内転筋とかさ、はよく聞いたことありますけど、太ももの内側。何の筋肉なんこれ私にもある筋肉みんなある筋肉ですかコウムくんだけじゃなくて。そっか、なんで好きなんだろう、コウムくんは。すごいコアなところですけど。私はね、うーん、京さん乳突筋っていう、 筋肉は好きですね。あるんかいっていうね。好きな筋肉あるん。今日さ、ニートツ筋って、例えば、まっすぐ顔向いて、ピッて右向いた時とかに、<laughs> 待ってブースの外でみんなやってくれてんねんけど、もう優しい皆さんがいる。私の周りには。そう、あの、まっすぐ向いて、パッて右向いた時に、筋が出るじゃないですか。一番太い筋です。ここ。掴めるとこ。あ、そうそう、そこそこそこ。ここって、 あの首の筋肉なんですけどここが凝っちゃうと首が短くなったりとか首が太くなったり猫背になっちゃったりするんでここを定期的にねこうやってほぐしてあげると首が長くなってちょっとこが効果があるっていうのを聞いてすごくほぐすようにしてますだから私にとって大事な筋肉はさあ <laughs> ここ皆さんほぐしましょう「どこの筋肉が好きですか?」っていうすごいコアなメールが来ましたが答えれたよかった。 もう一つ、ラジオネーム、なーちゃんさん。スタッフの皆さん、いはらちゃん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。日々、りっかちゃんの魅力にやられています。嬉しい。そんな私の体作り法は、とにかく笑うことです。素晴らしい。筋肉とかより表情筋第一です。何かと追われる日々も、笑えば何とかなる気がします。 私の性格上、何でもポジティブに、プラス思考に変えちゃいます。それも問題なんですが、この考えを持って、染みついちゃってからは、毎日ルンルンに生きてます。これどうしよう、あれどうなったのかなと戸惑うことはゼロです。しかもゼロ、普通のゼロじゃないよ。英語のゼロね、これ。戸惑うことはゼロです。イ原ちゃんはプラス思考かマイナス思考かどっちでしょうか。もしも少しでもマイナス思考なのであれば、私が駆けつけます。かっこいいなあちゃんのメールが来てますね。 私は、どうなんやろう。プラス思考かマイナス思考で言うと、マイナス思考。ええー、でも楽観的ではあるんですよね。どっちも持ち合わせてるかも。なんか。なんか、とりあえずやっちゃえばいけんじゃないっていけるときと、何やっても、うわ、これ私できへんのこもせえへん。英、え、語、ー、こ,こ飛び込むの怖いなーってマイナス思考になるときもあるから、 まあどっちもやけど、こんだけなーちゃんほどポジティブじゃないかも。ルンルンなんでしょ、毎日。めちゃくちゃいいやん。ポジティブってやっぱ大事やし、うん、なんか、すごく、 睡眠って大事、あの全然話変わるんやけど、<laughs> すごい毎日楽しく生きるために睡眠も大事やなと思って、なんかさ、寝る前に深呼吸をちょっとするだけで、すごく睡眠の質って良くなって、筋肉がほぐれるらしいんですよ。それは嘘か、ほんまか分からへんけど、なんかいい気がして、ちょっと疲れてるなーと思うときはいっぱい深呼吸して、そしたら眠くなってくるんで、それで寝たりしてる。 そしたらなんかいい朝を迎えるような気はしている。あと、朝にコーヒー豆をひいて、音楽を聴いて、ゆっくりブラックコーヒーを飲んで、過ごす朝って素敵じゃないそういう朝を迎えられたらすごい素敵な一日を過ごせるようで、わざわざそういうことを、自分でもわかってるのよ。かっこつけてる朝だなって。でも、なんか、わざとそういう朝を迎えることで、いい一日過ごせそうやから、 なんかこう無理やりにでもポジティブな一日を作ってみるっていうのはすごくいいんじゃないどうですか皆さん。そういう朝を過ごしてみるのは。なちゃんさん、メッセージありがとうございます。なんやかんやで、ちょっと喋りたいことはいっぱいあるのよ。あの好きな食べ物とかさ、それこそさつまいももめちゃくちゃいいの。あの食物繊維とか。 すごくいいくてご飯についてもたくさん喋りたいことはあるんですけどちょっと皆さんの好きな筋肉とかね聞けて筋肉界どうおじたん筋肉界をつくおじたんの好きな筋肉はありますか悩んでます悩んでます足を見てます今なんか触ってるふくらはぎふくらはぎが好きなんですかなんかさあんま筋肉知らん人の答え ふふくくららははぎぎがが好好ききななんんでですかかかなんか形がいいあーほんまですかすごいパントマイムでさ察してるからおじさん的にはふくらはぎの筋肉の形が好きでふくらはぎが好きなそうですはいちょっといろいろ喋りましたがボディメイクのテーマで話してみましたけどどうでしたか 皆さんの好きなものとか発酵食品だったりとかいろいろ聞けてまだまだ話せることはあるなっていう感じでしたけどすごく私は楽しかったです皆さんも自分なりの体作りをまあちょっと私の話で参考になったりとかあの他の人のメッセージを聞いてやってみようと思ったものをやってみてください体作り頑張ってください CM です MBS ラジオは緊急地震速報を運用しています緊急地震速報は通常の放送を中断してお知らせするためリスナーの方に強い衝撃を与えることになります特に高速道路などを走行中のドライバーがこれに驚いて急ブレーキをかけたり トンネルや橋で急加速したりすることにより接触事故などの二次災害が起きる危険性がありますこれを避けるため後ろを確認しながらハザードランプをつけゆっくりスピードを落として左側に止められる状況にあるときは止めるという心得を理解し実践することが必要です緊急地震速報を正しく理解して被害を少しでも減らしましょう 詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧くださいこれって「私だけ」「私だけの十字架」 はい、今回もできましたギリギリこれって私だけのコーナーになります。このコーナーでは、リスナーの皆さんのこれって私だけと思ってることをいろいろ紹介していきたいと思います。メールをいただいております。ラジオネーム、けこさん。 りっかちゃん、はじめまして、はじめまして。前春でりっかちゃんが好きになって、最近秘密のりっかちゃんに入会しました。いらっしゃいませ、秘密のりっかちゃん。ありがとうございます。私の、まあ、ファンクラブ的なものがありまして、入ってくださったみたいで。ラジオ好きなので、りっかちゃんのファン歴、浅いですが、メッセージを送ります。ありがとうございます。これって私だけと思うことが最近ありました。りっかちゃんは、海鮮丼を食べるとき、どういう風に食べますか 先日彼氏と海鮮丼をお店で食べていたんですが、私は上のお魚を先に全部食べちゃうんです。上のお魚だけを食べて残りのご飯を食べていたところ、お店の大将がえっという顔をして、お魚全部苦手でしたかと心配そうに私に尋ねてきました。 どうやら海鮮丼の上のお魚を全部彼にあげたと思い込んだようです上だけ先に食べちゃったんですと伝えたところすごく驚かれて彼氏にもそんな食べ方する人初めて見たと後から言われましたそんなに変なことではないと思っていたんですがどうなんだろうリっかちゃんどう思いますか変じゃない <laughs> いやいや変というかそれってさあ、まあ、まあどういうお店かによるよななんかその 海鮮のお店であれば、その刺身定食みたいなものもあるわけじゃないですか。お魚とご飯が別についてるもの。そうだからもう海鮮丼を頼んでるけど、海鮮と丼を分けて食べてるってことやん。上をペロリと食べてから。いや、あのね、好きな食べ方でいいと思うんですけど、海鮮丼の良さがあんまりないよね、それは。あの、なんなら私は、 お箸で海鮮丼を作るのが好きなんですよ。その海鮮丼あるけど、なんていうの綺麗にご飯の上にいい感じにお魚が乗ってる状態。ミニ海鮮丼をお箸の上で作って食べるのが結構好きなんですよ。だから、例えばマグロだけをご飯と一緒に食べるんじゃなくて、ちょっとマグロとイクラと、かその海鮮丼の良さを <laughs> あの自分で作って食べるっていうのが好きやから、これはちょっと面白いですよ。 結こさん。でもそれがでもずっと変わらずやってきたんですよね。あ、でもさ、それで言うとさ、焼肉丼みたいなのは上だけだけ先に食べるかも。焼肉だけ。濃いとこだけばーっと食べて、ご飯は後から食べるかも。同じようなことやな。変って言われへん、私も。ええー、そっかそっか。あ、でもおかずだけ先に食べる人見たことあるっていうコメントもありますよ。 ま、おかずだけ先には結構あるかもね。あの、ご飯とおかずとかがあって、おかずばーって先に食べてご飯だけ食べるみたいな。まあ、でも、どんやからね、今回に関しては。どんはどんとして食べられたい。どんはどんとして食べてもらうのがどんの本も、<laughs> みたいなところは <laughs>。今、んの気持ちになって考えてみたけど、あるかもしれない。いや、でもそのまま突き進んでください、けっこさん。そしてもう一つ。えー、ラジオネーム、しゅんちゃん最前線さん。 伊原ラリカちゃん、はじめまして、はじめまして。自分だけのこだわりについてですが、私は目薬を刺すとき、必ず痒くない側の目から刺すようにしています。気のせいか、後から刺す目の方が、ピリッと染み込んで、キクーッと感じるからです。これは私だけでしょうか私だけじゃない。<laughs> なんか、みんなおもろいの意外とあるな。だってさ、痒くない側の目から刺してもさ、痒くないやん。え ただ目を潤わしたってことよね痒くない目の側の気持ちからすると水分をいただけたっていう気持ちをね目からするとねああそうかなんかこの1滴目の例えばさやっぱおにぎりとかでさ2口目の方が具が出てくるみたいな感じでさ目薬もやっぱ2滴目の方が濃い液が出てくるみたいなそういう話 <laughs> そういうこと まあ、しゅんちゃんさん的には聞くってなるんやろうな。二個目の方が、二手きメの方が。いや、まあでもそれは、なくはないかもね。いや、ないか。目薬なんて。均等か濃さ。いや、でもそれは気の持ちようにしろ、ちょっとあるかもしれないから続けてほしいです。 もう一個。ラジオネームミキさん。リっカちゃんこんばんは、こんばんは。私はこの人苦手って思っても、その人から褒められたり、優しくされたら、男女問わず、ースキー仲良くなろうと思います。自分でもめっちゃ単純やんって思うんですけど、これって私ですかうんうん、いいと思う。それってすごく幸せなことです。私、この人苦手って思って、その人から褒められたりしたら、何に対して苦手と思うかですよね。その生理的に無理なのか、 例えばこの人のこういう喋り方が苦手なのかにもよると思うけど、大体褒められたりしたら嬉しいからね。私も褒めてくれる人大好きやもん。あの、褒められて伸びるタイプなので、褒めてくれたり優しいこと言われたら、私もええー、好き、仲良くなろうってなるかもな。うん。あた褒めることが好きだから、おじさんのこと褒めてみるね、今じゃあ。うーんと、うーんとね、 三つぐらい言いたいな。おじたんのこと。肌が白い。<laughs> 美白。美白ね、一個目。あとは、うーんと、あ、あ、わかった。例えばこういうテーマでやりたいですって言ったら、いろいろ調べてくれてるのはおじたんですよね。すごくね、細かい台本をいつも、あの、作ってくれてるんですよ。すごく詳細を書いたね。 ものをいろいろおじさんが調べてやってくれたりして、それもすごく素敵だなって思いますね。あとは、まあ、ふくらはぎが好きなところかな <laughs>。ですかねそんな感じかな。まあ、そうやってでも、ね、おじさんの好きなところを言うと、あ、おじさんの魅力ってこういうとこなんだっていうのを、私も自身も再確認できるから、みんな褒めていこう。いろんな人のこと。優しい世界で生きていこう、みんな。 おじたん美白なのってコメント来てる。美白だよ。なんかすごいもちもちそう。触ったことないけど。もちもちそうなお話してくれてる。はい。おじたんは親身になってくれるんだねって。そうなんです。<laughs> はい。そんな感じで。以上。これって私だけのコーナーでした。 家探しそれは高瀬不動産から毎日暮らす家だから絶対後悔したくない売るの買うの借りるのリフォームするのもっと住みよくお手伝い高瀬不動産ですただいま男女営業スタッフ募集中「フリーダイヤル0120203417」「不動産よいなまで」MBS テレビ主催美少女戦士ーーーラームムーミュージアム世代を超えて愛される美少女戦士セーラームーン 作品誕生からの奇跡をたどる「テーラームーンミュージアム」が6月2日まで開催中会場はナンバーパークスミュージアム詳しくは「テーラームーンミュージアム」で検索ラランド西田の実家には帰らない30歳を手前にして実家と不仲なラランド西田が理想の家族を作るラジオですみんな西田と家族になろうよ放送は毎週金曜深夜1時半から はい。今回もまたまた長々と皆さん聞いてくれてありがとうございます。今回の放送はですね、あの、ポッドキャストでアーカイブが聞けます。そして来週の放送は、 生放送になります。また来てください。そして、あの、収録生配信も同じようにするので、まあ、また詳しいことは番組の X でお知らせするんですが、変わらず X にポストしてくださったりとか、あとは、あの、YouTube のね、配信の方はコメントをくださったら嬉しいです。次回のトークテーマはですね、私はホームプロジェクターも購入したので、映画、そして読書、 テーマにしようと思っています。来週の木曜日5月23日までに皆さんの好きな映画だったり本についてお便り、あのメールをください。あの全然関係ないことでもあの読みますし、 絶賛、あの、これって私だけのコーナーは随時募集中でございますので、ぜひぜひお便りをくださったら嬉しいです。メールはア、えー、ットマーク m b s 1 1 7 9 c o m え、っかのり小文字で ri.mbs1179.com アットまでお送りください。はい。皆さんありがとうございました。第7回も意外と話すことありましたからね。 なんかトークテーマ「体作り」と言っても私がなんか伝えることあんまなかったよね何を話したんやろうこんな長々のっていうぐらいいろいろ話しましたけどまあ皆さんいろいろ。 やってることだったりとかそれぞれね好きな気分とかあったみたいでめちゃくちゃいろいろ聞けて私自身は良かったですけどコメントでも映画と読書ええな映画と読書参考にしたい映画いいねっていうのが来てるのでちょっとまあ皆さんの,あのコメントもメールもたくさん読みながらの回にできたらなと思っておりますのでぜひぜひまた聞きに来てくださいお相手は伊原ッカでした皆さんありがとうございましたバイバーイ感じゃった最後 三つぐらい言いたいな。おじたんのこと。肌が白い。<laughs> 美白。美白ね、一個目。あとは、うーんと、あ、あ、わかった。例えばこういうテーマでやりたいですって言ったら、いろいろ調べてくれてるのはおじたんですよね。すごくね、細かい台本をいつもあの作ってくれてるんですよ。すごく詳細を書いたね。 ものをいろいろおじさんが調べてやってくれたりして、それもすごく素敵だなって思いますね。あとは、まあ、ふくらはぎが好きなところかな <laughs>。ですかね。そんな感じかな。まあ、そうやってでも、ね、おじさんの好きなところを言うと、あ、おじさんの魅力ってこういうとこなんだっていうのを、私も自身も再確認できるから、みんな褒めていこう。いろんな人のこと。優しい世界で生きていこう、みんな。 おじたん美白なのってコメント来てる美白だよなんかすごいもちもちそう触ったことないけどもちもちそうなお肌してくれてるはいおじたんは親身になってくれるんだねってそうなんです <laughs> はいそんな感じで以上これって私だけのコーナーでした家探しそれは高瀬不動産から 毎日暮らす家だから絶対後悔したくない売るの買うの借りるのリフォームするのもっと住みよくをお手伝い高瀬不動産ですただいま男女営業スタッフ募集中「フリーダイヤル0120203417」「不動産良い生で」で MBS テレビ主催美少女戦士セーーーーラームムーミュージアム世代を超えて愛される美少女戦士セーラームーン 作品誕生からの奇跡をたどるセーラームーンミュージアムが6月2日まで開催中会場はナンバーパークスミュージアム詳しくはセーラームーンミュージアムで検索ラランド西田の実家には帰らない30歳を手前にして実家と不仲なラランド西田が理想の家族を作るラジオですみんな西田と家族になろうよ放送は毎週金曜深夜1時半から はい。今回もまたまた長々と皆さん聞いてくれてありがとうございます。今回の放送はですね、あの、ポッドキャストでアーカイブが聞けます。そして来週の放送は、 生放送になります。また来てください。そして、あの、収録生配信も同じようにするので、まあ、また詳しいことは番組の X でお知らせするんですが、変わらず X にポストしてくださったりとか、あとは、あの、YouTube のね、配信の方はコメントをくださったら嬉しいです。次回のトークテーマはですね、私はホームプロジェクターも購入したので、映画、そして読書、 テーマにしようと思っています。来週の木曜日5月23日までに皆さんの好きな映画だったり本についてお便り、あのメールをください。あの全然関係ないことでもあの読みますし。 絶賛、あの、これって私だけのコーナーは随時募集中でございますので、ぜひぜひお便りをくださったら嬉しいです。メールはリアットマーク m b s 1 1 7 9 c o m りっかのり小文字で ri.mbs1179.com までお送りください。はい。皆さんありがとうございました。第7回も意外と話すことありましたからね。 なんかトークテーマ体づくりと言っても私がなんか伝えることあんまなかったよね何を話したんやろうこんな長々のっていうぐらいいろいろ話しましたけど、まあ、皆さんいろいろやってることだったりとか。 それぞれぞね好きな曲とかあったみたいでめちゃくちゃいろいろ聞けて私自身は良かったですけどコメントでも映画と読書ええな映画と読書参考にしたい映画いいねっていうのが来てるのでちょっとまあ皆さんの,あのコメントもメールもたくさん読みながらの回にできたらなと思っておりますのでぜひぜひまた聴きに来てくださいお相手はイハラ原ッカでした皆さんありがとうございましたババイバーイんじゃった最後